とうございます。ありがとうございます。こちらもお願いします。すいません。昨年は名人竜王獲得できて良い年になったんですけど、一方で、まあ、防衛戦は2つ負けてしまったので、まだそうですね、私は防衛をしたタイトルの防衛をしたことがないので、今年はそれを目標に頑張っていきたいと思っています。その1月から女流名人戦が始まっていきますし、まあ、目の前の対局を全力で戦えるように、まあ、1年充実できるような年にしたいです。